里崎チャンネル。ちょっ、キャンプレポート第2弾、沖縄編っていうね、ところで第1弾の鈴木でございます。1週間にわたって沖縄キャンプね、取材継続中で、ございますけども、まあ、第1弾はね、中日ロッテっていうところを見ましたけども、まあ、その後はね、木曜日はね、浦添でヤクルト対楽天っていうところをね、見たけども、まあ、だからヤクルトはね、2試合連続で見ましたけど、まあ、その中でね、まあ、ヤクルトね、WBC に行ったけど、ちょっと高橋奎二がね、心配だね。全体的にやっぱりまだ馴染んでないのかな、この WBC 級っていうところがね、フォームのバランスとかフォームの感じとかっていうのはそんなにね悪いようには見えなかったけども、ちょっとボールをね扱いきれてないっていうところがね、ちょっとバタバタしてるかなっていうね、まあこっからねどこまでいけるかっていうね、ところはあるけども、やっぱ木澤はねいいね、もうパワーピッチャーだからね、あのもうこの時期からね出力ね全開でいい形でね投げれて、なんかまあ最初の頃はね、それがいいのかなっていうところはね、正直あったけども、なんか安心感っていうところがね、ちょっとずつ出てきてるんじゃないのかなっていうね、ところもあるし、まあ打線ではね、丸山いいね、いい形で、しっかりね、アジャストしきれてるっていうところでは、センター、まあ塩見は若干ね、足の違和感で、サイドの方のね、二軍に行っちゃったけども、まあ普通に行けばね、塩見、サンタナ、で、レフトっていうところがね、まあ山崎幸太郎の中誰かってね、丸山ね、入ってくるかもわからないっていうところでは、丸山が非常にいい形のね、練習してるなっていうところと、長岡はやっぱりもうこれ自信だね。もうなんか掴んだね。もう、まあ佐々木朗希からヒット打ったっていうのもあるけど、こういう枠引き入れてポーンみたいなね、このなんかバーとかタイミングとかね、めちゃくちゃいいなっていうところと、あとね、この内山、このレフト。守ってたけども、この日もね、守備もね、ちょっと前進守備のところで、レフト後方へでね、くらい来たけども、それもしっかりね、配送しながら、ね、フェンス間際で取るっていうね、守備もあったし、まあ、キャッチャーね、中村がね、まあ、ほぼほぼ行くしね、で、その他に、キャッチャーっていうところも、古賀とかね、松本とかも被ってたけど、いるからね、まあ、左が多いんだよね。全体的に外野も丸山とかもそうだし、山崎とかも、そうだし、まあ、浜田とかね、右とかになってくるけども、渡辺とかもそうね、この宮本とかも左だし、まあ、右がね、少ないからね、この内山をレフトに持っていくっていうのはね、非常にナイスなアイディアだと思うしね、でしかも守備も良かったし、まあ、キャッチャーだから肩もいいしね、でバッティングもってなったら、これをね、まあ、キャッチャー3枚置いとくのって、ね、もったいないから、中村ともう一人、じゃあ古賀とか置いて、で内山も置きながら、外野もスタメンで守らしたりしながら、だからもうロッテ言うと、俺らの時の田中将彦だね、の感じでもうね、どこでも守れるけど、なんかあったらキャッチャーもできますよ、みたいなね。で、たまにね、キャッチャーで試合出るのもいいし、そうしたらね、彼の試合数っていうのも増えるし、打撃においてもね、チームに貢献できるって考えたら、このレフト内山っていうのはめちゃくちゃナイス相手だし、めちゃくちゃいいなっていうところもあったし、でまあ長岡にね負けずに頑張れっていうところはね、竹岡だからこの青木のねマネーとか意識してんだろうね。でもまあ俺はそういうのをね、みんな日刊でも書いたけど、まあマネる、マネブ、学ぶっていうね、まあ諸説あるけども語源ではね、あの学ぶとマネるはマネブって言って同じことっていうね、マネるはマネブっていうね、ところで考えると、やっぱりいろんなマネしながらね、自分のオリジナリティに変えていくっていうところではいいけどね、青木に比べると間がないのよ、忙しい、もうちょっと早めに指導してるんだけど、そっから早いから、早めに指導してからもっと間を作って、青木みたいなこのゆったりした懐の間を作って、形だけじゃなくてね、そういったところも真似できればいいと思うけどね。まあね、長岡がね、ちょっと言ってるけどね、同期生対決っていうところはね、去年もね、長岡にコロナが離脱した時ね、非常にいい形になったからね、そこは頑張ってもらいたいね。まああと外野で言うとね、右だったらね、並木ね、スピード感もあったしね、手腕打撃っていうところでは、内浜並木っていうところをね、外野っていうところはね、競争の原理としてはいい形かなと。だから、そうなっていくとね、やっぱ層がこうね、厚くなっていく可能性もあるからね、このキャンプね、オープン戦含めて、層を厚くできてるっていうところがいけばね、非常にまたね、さらにレベルアップっていうところは、いい形にね、なってくるんじゃないのかなっていうところもあるしね、投手陣で言うとね、ちょっと金久保はね、制球乱れるかなっていうところもあるけども、若干仕上がりはヤクルトの場合、投手陣の方がまだね、俺の試合見た時の感じで言うとね、遅いのかなっていうところはあるけどね、まあ村上もね、ホームラン打ってしっかりね、仕上げてきたっていうところも
あるしね、まあまあ心配どころはねそんなにないのかなっていうね。やっぱ石川がね5番手6番手ぐらいでねハマってくるとめちゃくちゃねいい先発ローテーションにもなってくるしね。リリーフはねまあマクガホがねちょっといなくなったっていうところでね、まあ新外国人も含めてねそこら辺の頑張りっていうのがねここからキャンプ終盤オープン戦にかけての見どころかなっていうところはね、感じたね。でそしてその後で言うと、あ、楽天だね。だから、まあ楽天ね、今週試合、見たけども、前日ね、16対1と阪神にね、大差の試合で負けたっていうところはあるけども、まあでもね、次の日ね、非常にベンチも声出てたし、選手も声出てたし、結構ね、フレッシュに、生き生きとしてたからね、まあ練習試合っていうのもあるけどね、引きずらず、暗くならずね、高田、ね、ちょっと問題外みたいなね、感じで、言われてたけど、まあチーム全体がね、暗くならないで、しっかりね、フレッシュにね、やってたのは非常にね、いい形だったかなと。そして、まあ、打撃ね、っていうところでは、伊藤幸也がね、この日、4打数3安打打ってね、しっかりアピールっていうところではね、めちゃくちゃ良かったね、この DeNA から移籍してきてっていうのもあるし、まあ、右がね、楽天はね、右が少ないっていうところで考えるとね、非常にこういったちょっとずつのね、アピールっていうのはいいし、今日ね、試合、ロッテ戦、ウレーニャね、ホームランも含め打ってたし、まあまだここね、ウレーニャ育成だけども、ここからね、まあ外国人2人いるけどね、試合感になってきてね、打線の厚みできればね、めちゃくちゃ面白そうだなっていうね。あと、茂木もね、いい形の仕上がりで結果残してるしね、まあこのサードにも外国人いてね、小深田がね、一歩リードっていうところでは、茂木もね、まあ外野行くのかどうなのかっていうのはわかんないけども、まあここでしっかりアピールしとかないっていうね、自分の居場所っていうところもね、あれだしね、非常にね、打撃陣、もう、この日はね、特にね、俺が見た時はね、積極的だったね。非常に。だからそういったところではね、しっかりね、触れてるし、出来上がってきてるなっていうところもあるし、まあ、この中でね、俺はね、楽天でね、すごい、いいかもって思ったのがね、うち。情報では知ってたんだけど、山本由伸のね、真似して、で、球速も16キロぐらい、アマチュアの時に上がって、プロ入りしてきてね、もうブルペンからね、いや、めっちゃ似てるやんと思って、もう超そっくりやんと思いながらね、で、最後一人だけしか投げなかったから、2球しか投げなくてね、本番では。で、ブルペンでは見たんだけど、本番投げた時もね、バックネット裏から見たら、球の出るところとかね、結構見づらかったんだよね。だからなんて言うんだろう、まだ荒れ削れのところはあるかもしれないし、まあ今回ね、今年初めての1軍ね、帯同っていうところもなるからね、2球しか見れなかったからね、本当は1イニング投げてくれよと思ってね、思ってたけども、まあ今後だからね、ちょっと俺は注目して、このね、内選手、ね、俺、なんか楽しみだね。個人的にはね、非常に今後ね、もし登板機会あったらぜひね、見てみたいなっていうところもあるし、あとこの日ね、先発した竹中投手ね。まあ全体的にね、楽天はこうマー君ね、岸っていうところのちょっとベテランに頼りがちっていうところもある中でね、まあおととしね、2桁勝って、去年ね、あまりいいところがなくて、まあ今年っていうところでは、この試合ね、4回54球、4安打1三振、1デッドボールね、無失点っていうところでは、非常にね、結果も残して、まあカーブも緩急もつけながら、非常に全体的にね、バランスよく試合ね、4イニングこの時期にね、まとめられたっていうところは、やっぱりね、滝中が入ってきて、やっぱり2桁ぐらいね、勝っていかないと、楽天としては優勝に向けてはね、なかなか難しいところだけども、非常にね、いい形のピッチングはね、スタートとしてはできたんで、去年のね、リベンジっていうところではね、竹中選手、非常にいいピッチングだったかなと。で、まあ今日の試合でもね、もう打撃陣はね、小郷6打数3安打2打点、ね、黒川4打数2安打、ウレーナ4打数4安打4打点、ね、で、渡辺義明5打数2安打3打点、ね、吉野4打数2安打1打点とね、もうそれはもうね、17対1で負けて、17対1で勝つんだから、まあこのね、乱高下あると思うけどね、非常にね、まあここのね、楽天は若手がね、ガーってね、上がっていったらね、無限にね、戦力アップできるね、可能性あるからね。で、この日も伊藤幸はね、1打数1安打。まあ、この、細川ね、移籍して中日にね、いいところで打ってるっていうのもあるし、このね、伊藤幸はね、移籍してきて打ってるっていうところでね、この DeNA から移籍した2人がね、DeNA がチャンスなかったけども、ね、こうやってね、新天地でチャンス掴んでね、だから移籍はポジティブなんだよね。で、そこでこうやってね、今いい結果残してね、これアピールしないといけないからね、こっからね、非常に期待感持てるね、この2人、っていうところでは、頑張ってもらいたいなっていうところもあるしね。非常にいい打撃陣はね、効果出てきてんじゃないのかなっていうね、ところはね、楽しみだね。で、庄司選手ね、駒子選手ね、若手の2人投げたけど、おお、今日、内選手投げてんじゃん。で、しかも結構抑えてるしね、いや、動画ちゃんと見とけばよかった。ちょっとこれ、
見逃せないね。でこの庄司選手と駒子選手、そして内選手ね、この3人今日のピッチングね、めちゃくちゃいいピッチング、結果としてはねできてる方から、ちょっとどっかでねこれから動画探して、見たいなという思いもありますけどね。まあここからまたねオープン戦含めて続いていくからね、この若い3人特にね。で宮森選手はね失点してるけど、まあね去年の活躍でね引き続き、分厚くねリリーフいけるだろうしね、そういった意味ではちょっとね若手の投手陣ね、ちょっと若手がね楽天も出てきたから非常にねいい形のキャンプ練習試合ここまで来てるからね、ここからオープン戦で仕上げていきたいね。ちょっと非常に楽しみな戦隊が多いからね、皆さんね、ぜひね、引き続きチェックしていきたいと思います。ということで、今回はね、楽天ヤクルトのね、キャンプ第2弾レポートね、お送りしました。それでは、第3弾でまたお待ちください。それでは、さよなら。